皆さん、こんばんは。今日は2023年5月1日月曜日です。今日のテーマは、南シナ海は少しずつ危険となってきています。原因は、中国の人民解放軍、南シナ海でものすごい挑発しているからです。しかし、大変なのは中国なんですよ。ある意味自己自得、自故を持続。 といるでしょう。これについて話をしたいと思います。これはですね、4月22日の出来事でした。最近フィリピン側は公開しました。4月22日、中国の海警戦ですね、フィリピンのパトロール船に向かっていくんですよ。衝突する存在でしたと。当日ですね、フィリピンの海岸警備隊、 メディアの関係者たちを要請して船に登場してもらいました。フィリピンの領海でパトロールしました。今回のパトロールはですね、6日間かかります。フィリピンの領海にある島、塩の周辺でパトロールするっていう計画でした。アメリカの AP 通信社の記者さん2名登場しました。 フランス通信社の記者さん2名も登場しました。フィリピン側はパトロール船2隻出航しました。記者は2隻に登場してもらいました。2隻の体制でパトロールしました。この6日間の行動でしたが、中国側の軍艦と海警船ですね、ずっと後ろについていたらしいんですよ。そして数回も警告されました。 中国の領海から出て行けようと言います。この間ですね、アメリカの記者とフランスの記者は中国側の船の行動を撮影しました。フリミーー側は中国の会計船に向けてスピーカーで自分の進路を言いました。これから我々はナンサー諸島セカンドトーマス諸へ行きますよ。現場の確認したいです。進路から 離れてくださいと、お願いするよと要求しました。しかし、中国の海計船の返答ですね。ここは中国の領海ですよと、ここから出て行ってくださいと。それからですね、中国の海計船は自分に向かって近づけてきました。フィリビンのパトロール船はですね、小さいんですよ。スピードもですね、中国の海計船に負けるんですよ。 しかしですね、この間はお互い無線での通話はついついていました。中国側は脅迫しました。対抗措置を取るぞと脅迫しましたね。フィリピン側は警戒態勢に入ったんですよ。フィリピン側の船の目的はですね、やはり目的地に向かっていくんですよ。で、中国の海警船はですね、そのフィリピン側の 船の前に行ってですね、進路を妨害しました。やはり中国の船はですね、急に曲がりましたね。フィリビング側はやはり危なかったんですよ。ものすごい距離が近かったんですね。もう衝突する存在でした。この事件が終わってですね、フィリビング側の指揮官ですね、話をしました。危なかったんですよ、と。私は当時ですね、エンジンをバックギアにしたんですよ、と。 そういう命令を出したんですよ。バックギアに入れないとですね、衝突する、えー、もう存前と言いますが、衝突してしまったでしょうと言います。これなんですよ。フィリム側はまっすぐ行こうとするんですよ。中国の海計戦はですね、前に来るんですよ。ものすごい危なかったですと。大きさを見たらですね、2倍も3倍もぐらいで,ですね、違うんですよ。当時ですね、本当に危ないんですよ。中国の海計戦ですね、急に曲がりましたね。 フィリピン側はこれですねあ。ものすごい危なかったんですよ。これですね。なので、これで爆ギアに入れたらしいんですよ、実は。そして、我々はですね、乗組、記、えー、車にしても、船の安全を守らないといけないのが、まあ、原因ですね。やはり安全が何よりですよ、と、船長さんは言いました。衝突を避けるために、このようなことはですね、実によく起きていますよ、と、フィリピン側は言いました。 セカンドトーマス省ですね。あの、プラマンっていうところですね。から200キロぐらいほど離れているんですよ。中国の海南島ですね。ここなんですよ。ベトナムはここですね。台湾は大体この辺ですね。見えないですが。ここはフィリピンですね。なので、海南島から見てですね。フィリピンのセカンドトーマス省と言いますが、ここなんですよ。 なので、どう見てもですね、あの、フィリピンの領海と言いますし、領土と言いますね。オバマ大統領の時代でしたが、中国はですね、南三諸島へ拡張したんですよ。そこにいて、軍事施設、レーダーシステム、戦闘機の基地、滑走路とか、などなど作りました。フィリピン側はこの間言いました。もしですね、この地域でパトロールしなければですね、 中国に占領されてしまうんですよ。占領されないようにですね、毎日パトロールすることをやってるんですよ。やらないとですね、一瞬で取られてしまいます。原因はですね、さっきも動画で少し出ましたけれども、中国の船はですね、周辺に、周辺で止まっているんですよ。待機していますね。あれは工事用の船ですね。工事するんですよ。この地域から砂を吸い上げて、 そこに、これ、これですね。なので、工事用の船ですね、たくさん用意してやるんですよ。隙間を見てですね、工事するんですよ。なので、フィリピン側はすごい怖いというふうに感じています。原因はですね、1999年、フィリピン側はある作戦をあったんですよ、実は。考えました。これはですね、フィリピンの船なんですよ。セカンドトーマス賞に、 紹介艦艇を止めたんですよ。故意的に殺傷させたんですよ。作唱させたんですよ。波に流れないようにしていますね。その後、フィリピン側は少人数の海軍、特別チームを救ってですね、ここに派遣しました。つまり、この紹介艦艇で生活をしているんですよ。この船は動きませんので。そして、ここからは絶対に 離れませんっていう姿勢を出しました。しかし、中国側はですね、この船はもうゴミですし、撤去をしろよと要求しています。そして、フィリピンの海軍に対しても撤退しろよと要求しました。当然ですが、フィリピン側の海軍ですね、ここで生活しているわけですから、離れませんよと。でも、大変なのはですね、フィリピンが大変なんですよ。物資の供給ですね、全部、 船で運ばないといけませんので。これは4月22日の話でしたが、AP 通信社としては情報を流れないようにしましょうねと記者に要求しました。やはり今回の情報はですね、あまりにも衝撃的で戦争まで発展する可能性はあったんですよ。またフィリピン側に対して時間をですね、与えましょうと。フィリピン側の外交、司法、政権、 内部、あるいは国内政治の調整も必要なんです。実はですね、同じ日、4月22日前後ですね、大事なこと3件あったんですよ。まずは一つ、アメリカとフィリピンは、ショルダー・トゥー・ショルダーですね、という軍事演習の最終でした。1万五千人から1万八千人ですね、参加されました。4月11日から4月28日までです。 そして、4月26日で、南シナ海で、地スタの演習をしました。まあ、ハイマースというものも登場しましたね。ロケット砲を発射して、引退した、いらない、軍艦を沈没させました。フィリピン側は言いました。アメリカ軍と軍人演習して、両国軍の付き合い、連絡強化できますよと。に、フィリピンの大統領、マルコスさんですね。 5月初め、アメリカを訪問するんですよ。バイデン大統領と会談もします。両国の付き合いを強化します。そして、長期的な付き合いについて話をするんですよ。同盟の関係を強化するという意味です。3、中国の外務長官ですね、陳さん、4月21日、フィリピンを訪問しました。しかし、4月22日ですね、 マルコス大統領の接待を受けて会談をしました。しかしですね、この日危なかったんですよ。マルコスさんはですね、今年1月3日、北京を訪問しました。そして1月5日まででした。習近平も楽しく会談をしました。マルコスさんとしては笑顔を出して中国にいたんですよ。2022年6月に就任されて、 初めて東南アジア諸国以下の国への訪問となりました。習近平も当時は歓迎するという姿勢を出しました。それから両国の首脳声明というものを出しました。お互いの領土、主権を認めましょう。そして南シナ海の問題においては平和の形で解決しましょう。南シナ海での資源の開発、 旅客の会社でやりましょうよと。それから南シナ海の通行は自由ですよね。南シナ海の安全を旅客で守りましょうねと。そしてお互い軍と軍の高級ポジション同士ですね。ホットラインという連絡先ですね。設置しましょうと。いつでも連絡が取れるようにしましょうねと。それから年に1回ですね。 両国の高級官僚同士の会談、体制を作りましょう。予定としては外務長官と国防長官同士ですね。つまり中国とフィリピンは2プラス2の会談あるんですよ。また首脳会談ですね。年に1回しましょうかという話もあったんですよ。この首脳連合声明というものが発表されてですね、マルコスさんはものすごい喜んでいたんですよ。しかしですね、 すぐに習近平という奴は約束を守りませんよねと彼は気づいたんですね。中国の海警船ですね。2月6日、セカンドトーマス省から約20キロぐらいのところでフィリピンのパトロール船に向けてレーザーで照射しました。中国の船はですね、海警船であり、軍事用のレーザーで照射したんですよ。フィリピン側はびっくりしました。 一部の方は目が見えなくなってしまいましたと。一時的にですね。実はですね、これは戦争行為なんですよ。レーザーで照射しながら曲がっていたらしいんですよ。進路の妨害もしましたと。マナコトさんはこれについてすごい抗議しました。でも、中国側は説明はありませんでした。謝罪もなかったんです。逆に、最初は認めませんでした。一週間後ですね、 マルコスさんは怒ってフィリピンにいる中国の大使を呼び出して抗議をしました。マルコスさんは言いました。フィリピンのパトロール船の安全、脅迫されていますと。そしてフィリピンの漁民ですね。漁業。今までの漁業ですね。できていましたが、今はもうできませんと。この状態がずっと続いています。このままではいけませんと批判しました。 この抗議はですね、実にフィリピンの大統領として初めて中国の大使を呼んで抗議したと言われています。元ですね、大統領、ドテルテ大統領は中国に対して抗議、また批判したことがないんですよ。ドテルテ大統領はですね、南シナ海の問題で当時は困っていました。でも彼はずっと我慢していたんですよ。 やはり、中国との関係が大事です。友好的であればいいでしょうっていう考えはありました。そして、中国の都合に合わせて、アメリカとの距離をですね、取っていたんですよ。しかしその後、マルコスさんが登場しました。最初は、ドテルテ元大統領と同じことをやっていたんです。中国を訪問するし、笑顔で対話します。 ただしですね、アメリカに対しても笑顔を出しました。ただし、レーザーの事件が起きてからですね、マルコツさんは完全にアメリカ寄りとなったんですよ。代表的なのは2月ですね、米軍に対して軍事基地ですね、さらに4つ提供しますよと発表しました。今までは5つ提供しているんですよ。さらに4つ提供しますと。 それからですね、さらに3つ4つ提供しますよと、どんどのんどんどんですね、増えてきました。現在は12個となってきました。そして2つの軍事基地はですね、台湾と南山諸島の向かいですね、近いんですよ。台湾から約400キロですね。もし台湾有事となったら、アメリカ軍はですね、そこからミサイル、またハイマスの使用は可能ですね。 台湾海峡を渡っていく中国軍の船に向けて発射することが可能ですね。フランス通信社は発表しました。フィリピンの軍事力、アジア地域においては弱いんです。でも、フィリピンの立地がですね、とても大事です。台湾から近いし、南シナ海からも近いんですね。戦略的な位置が大事ですよと。南シナ海をしっかり守るなら、 中国の軍艦ですね、太平洋に出ることはできません。またこれからですね、米軍とフィリピン軍、南シナ海で共同パトロールするよと発表しました。これに関してですね、尖閣諸島はどうでしょうかと私は思いますね。マルコトさんはですね、本来はアメリカのことは嫌いなはずなんですよ。お父さんは独裁者でした。アメリカが 活動してですね、お父さんは失脚しました。しかし今回はですね、中国政府の判断が間違いました。息子さんですね、登場してから中国寄ってくるでしょうと思ったんですが、実は逆ですね。ちなみに中国の主張としては南シナ海はですね、中国のものですよと。つまり中国のない海ですね。しかし2016年、国際裁判所はですね、 判決を出しました。中国の主張は無効ですよと言いました。これでわかるのはですね、中国の習近平が登場して、ずっと拡張しています。南シナカにおいてはフィリピンだけではないんですよ。ベトナムに対しても同じことをやっているんですよ。主に海警戦ですね。なので、みんな現地の行漁師さんですね。大変です。 自由に漁業はもできません。そして危険ですね。中国の会計戦に何をやられるか怖いんですね。今まではですね、中国の政府のクズはですね、もうしか言いません。毛沢東もそうですし、江沢民もそうですし、国旗ともそうですし、皆クズですね。ただし、習近平のようなことはしません。挑発はするんですよ。でもですね、 周りの国に対して一気に挑発していくこと、あるいは全面的な拡張はありませんでした。でも、お互いはですね、みんな、ロシアに対してはおとなしいんですね。日本、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドですね、みんな中国からの脅迫を受けているんですよ。中国はですね、この行動を出して、結果ですね、みんなアメリカに寄っていくんですよ。 一番わかりやすいのはフィリピンですね。つまり習近平の考えは普通ではないですね。習近平は海計戦っていうチーム作ったんですよ。海計戦はあくまでも挑発するんですね。いたずらするんですよ。そこにいてですね、占領することはできません。つまり相手に圧力をかけること、いたずらするんですね。相手は もう嫌ですね。そして気持ち悪いと思うんですよ。あるいは圧力も感じるはずでしょう。でもですね、フィリピンにしても、日本にしてもですね、怖いとは思っていないと思いますよ。中国の人民解放軍のことですね。もし怖いと思っていれば、もう、領土はですね、もう取られていると思います。ただですね、気持ち悪いよねと思っているだけでしょうと思います。 また、中国軍はですね、周辺の国に向けて全面的に出動しました。やはりこの行為はですね、世界が見ているんですよ。普通はですね、中国の普通の首脳はこのことはしません。例えばですね、西太古ラストエンペラの時代ですね。西太古は8カ国に宣戦線したんですよ。イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、 オーストラリア、あるいはハンガリーですね。イタリア、ロシア、日本もそうですが。普通はですね、このことはしませんよ、普通は。生体育はどうしてこんなことをするんですかと、やはり理解できないんですよ。普通はこのことをしませんので、そして、宣戦して自分は逃げるんですよ。まだ、日本も同じなんですよね、実は。日本はですね、平和憲法っていうものがあるんですね。みんな、 守っているんですよ。日本の政治家も、日本の国民もですね、ルール守りますから。なので、日本はですね、政治の国家ではないよね、と言われています。やはり、平和憲法があるわけですから、日本の発展はですね、ある意味、抑えられているんですよ。特に軍事力ですね。日本の政治家はですね、自分のことを日本ですね、政治の国家になるように、 活動しているんですよ、実は。ただしですね、いつも終わりですね。失敗です。日本の国民ですね、ものすごい批判するんですよ。日本の政治家はいくら説明をしても反対されるんですよ。ここでおめでたいことですが、習近平というやつが登場しましたね。日本に対して毎日挑発するし、脅迫もするんですよね。なので、中国から威嚇、脅威という雰囲気をですね、 日本にあると思います。結果はですね、台湾有事、日本有事っていう言葉が出てきました。台湾海峡を守るには、日本は強くなることですね。戦闘に備えましょうと。これから期待したいのはですね、台湾海峡を守る。それからですね、南シナ海もそうです。東シナ海もそうです。そして東南アジア諸国ですね。 皆のことを守りますよという話をですね、発言するでしょうかと思います。つまり、アジアの安全を守るのはですね、日本なんですよね。これはですね、強いんですよ。アメリカは世界の警察だったと言います。でも日本はこれからアジアの警察にな,るなっていくでしょうかと思いますね。これからですね、期待したと思いますが、つまり、アジアの安全を 守るのは日本ですよと。5年前ですね、誰も想像できなかったでしょうか。自衛隊さんはですね、台湾から約100キロぐらい離れたところにですね、与那国島に地対艦ミサイルを配置するとは、やはり誰も想像できなかったでしょうと思います。日本もですね、実は力ありませんので、中国の海警船は毎日尖閣諸島に 侵入してくるですし、飛行機もですね、戦闘機もそうですし、そして中国はですね、ロシアと共同訓練もするんですよ。日本のことをですね、日本海で一周するとかですね、あるいは半周するとかですね。お互いの軍艦ですね、ロシアと中国の軍艦は正々堂々とですね、ものすごい狭いところですね、鶴海橋を通行するんですよ。これもおかしいですね。 本来であればアメリカのインド太平洋戦略というのがあるんですよ。ただしですね、この戦略中にはですね、具体的に何をするでしょうか内容がないんですよ。本来はですね。でも中国はですね、少しずつバイデンさんに逆にですね、応援してるんですよ。作ってあげているんですよ。このインド太平洋戦略の枠組みですね、中国が作ってるんですよ。なので、中国はどんどん 怖いことするし挑発するし怖いことするんですよねなので中国の主婦の国はですねみんな少しずつアメリカの方に寄っていくんですよこれはですねもう仕方ないんですよつまり習近平は強そうに見えるんです頭賢そう賢そうに見えますあるいは中国人民解放軍ですねものすごい活動しているよねと見えると思いますがでも裏ではですねこんなことをやってるんですよ むちゃくちゃです。最後はですね、言いたいのは習近平なんですよ。習近平はですね、何をやっても失敗するのですよと、これでわかるでしょうかと思います。この動画はここまででしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。